具体的にどんな、まあ、ここに、デジタルマーケティングとか、データのとかって、はい、まあ、一例が載ってますが、具体的にどんなコースでどういった勉強ができるのかっていうのを、教えてください。はい、はい、そうですよね。私たちプログラムがたくさんありまして、こんな感じ で、はい、で大きく分けるとビジネスのプログラム、ホスピタリティ&ツーリズム、あとは、ビッグデータ、IT のプログラム、アカウンティング、こんな感じに大きく分けてるんですけれど、はい、皆さんに分かりやすくご説明するとですね、はい、ビジネスというのが会社の一連の流れを知るっていうものがメインですね。なのでビジネスですと上からこう数えて4つあるんですけれども、はい、ビジネスのアドミニストレーションというのが会社の全体的な流れとか、その、会社にはどんな部署があって、その部署一つ一つが、どんな機能をしているのかで、それでビジネスの成功に導くには、どのように、一つ一つの部署が、どういった役割を果たす必要があるのかというようなことを勉強するのがビジネスアドミニストレーションですね。なので、まあ、事務職に就きたい方とか、会社の中でこう何か、そうですね、秘書とかお手伝いをしたいっていうような方にはビジネスアドミニストレーションが合っています。はい、はい、で次にそこからさらにですね、アドミニストレーションでか会社全体のことを学んだら、そこからこうマネジメントまで勉強したい。例えばこうチームワークとか、どなたかその部下を持った時にどのようにマネジメントするかっていうところとか、あとはそういった会社のマネジメントですね、運営経営はどのようにするかっていうところまで勉強されたい方はビジネスマネジメントをお勧めします。そう、これマネジメントを受ける人はアドミニストレーションの授業も何個か入ってくるみたいなイメージなんですか？そうですね、半分は入ってまして、ビジネスアドミニストレーションが約1年のプログラムで、マネジメントですとその約倍ですね、2年のプログラムです。あ、コースによって、はい、期間が変わってくるってことですか？そうですね、変わりますね。そうですね、一番短いのがサーティフィケートという4番目のものですね。はい、これは大学在学中の方なんかにもちょうど、期間的に合っていて、全部で8ヶ月ぐらいのプログラムなので、はい、大学生で1年休学をして留学されたいなんていう方にはサーティフィケートも十分ビジネスの基礎からですね、どのようにそのビジネスというのが、成り立っているのかといったことを学べます。はい、サーティフィケートもコープがついているということですか？そうですね、コープがついています。だから大学生のうちに、まあ、そういう企業でのインターンシップもカナダでできちゃうっていう。そうですね、カナダでできるっていうところが魅力ですね。はい、はい、でちょっと趣が変わるんですけれども、3番目のデジタルマーケティングスペシャリストですね。これはですね、まあ、今のそういった SNS なんかを通じてのマーケティングを勉強するものなので、はい、今の大学生とかすごくご興味あるんじゃないかなというふうに思います。そういった広告ですね、デジタルでの広告、課金制の広告、どのような仕組みなのかっていうところを勉強していただいて、でこのデジタルマーケティングのすごいところはですね、日々そういった情報とか、あとどういったツールがその今の、世の中とか流行に合ってるかっていうのがどんどん変わっていきますよね。はい、はい、なので卒業した後も勉強をしないとデジタルマーケティングにちょっと遅れちゃうんですよ。で情報が古いとなかなかその仕事として成り立たないので、この私たちの TISOM のデジタルマーケティングっていうのは、 TISOM で、ディプロマという資格が取れるだけではなく、もう一つですね、 DMI という大きな、学校があるんですけれども、そのサーティフィケートも一緒に取れるプログラムでして、ダブル、資格のコースで、このプログラム卒業した後もですね、その DMI の、サーティフィケートが、取得できると会員権がもらえるので、そのメンバーとしてですね、 DMI からの情報っていうのを、常に、入れていただくとですね、例えばその今、デジタルマーケターとして働いている方からのアドバイスが24時間受けられたりとか、あとは最新のツールですね、今はもうこういうSNS じゃなくこっちの方が流行ってるよとか、あとはまあデジタルマーケティングですね、成功例とか新しいツールとか、そういったものを全部ダウンロードしたり情報交換できるようになっているので、常にその最新情報を自分の中で更新できるっていったところが魅力です。これは多分この業界だからこそ大事というか。そうですね、本当に激しく変わりますからね。そうですよね、今ねこういうことになって私も Zoom を使ってみたり、はい、そうですよね、インスタを頑張って使ってみたり、うん、はい、そうですよ、これから何が流行るのかっていうのも、そういう方の方がずっと察知が早いですからね、新しいものに携われるって面白いと思います。いや本当ですね、はい、これは、注視というか注目のプログラムと
僕は個人的には思ってます。そうですね、私もちょっといいな、むしろ私受講したいなって思ってます。はい、で次が、ホスピタリティ&ツーリズムですね。ホスピタリティ&ツーリズムは本当に根強い人気ですね。カスタマーサービスっていうのはもうそのあって無駄にならないスキルなんて、どんな職業に就くにしてもカスタマーサービスのスキルがあれば必ず役に立ちますので、私たちは4種類ですね。いくつかある中で2番目のものですね、ディプロマインファンダメンタルズっていうのが基礎を学ぶものです。でその次一番上の、ホスピタリティ&ツーリズムというのがホスピタリティツーリズム全体的なことをマネージメントまで含めて勉強するプログラム で3番目が一番上ですね、アドバンストディプロマなので、ディプロマよりも少しレベルの高いもので、ホスピタリティとツーリズムのことまでしっかり勉強したいっていう方ですね。マネージメントも勉強したい方はアドバンストですね。で最後のサーティフィケートが同じく在学中の方にも受講できるような期間の8ヶ月で、カスタマーサービスを学ぶっていうプログラムですね。はい、ホスピタリティ&ツーリズムです。で次がビッグデータですね。ビッグデータちょっとあんまり聞き慣れないかもしれないんですが、データアナリティクスっていう、今もうまさに必要な職種の一つですね。今こうしてコロナで大変な時期ですけれども、今世界中でどういった数値なのかっていう、その過去のデータから今のデータまで取るっていう部分がアナリティクスだったりデータサイエンスなんですけれども、データアナリティクスという業種として働くためにはですね、過去のデータを収集するだけじゃなくて意思決定までする、それがデータアナリティクスの仕事なので、過去のデータから今のデータですね、今どんな、例えば環境だったり、どういった、文化の方だったり、そういったところからも情報収集して、で全ての情報から、どの、ビジネスとしての決断がいいのかっていうのを決めていっていう、それがデータアナリティクスのお仕事ですね。はい、で日本にもこういう仕事ってある聞き慣れないですよね。ですよね。データサイエンスのお仕事は今までにもあるし、そういったお仕事をされている方もいらっしゃるようです。ただデータサイエンスとデータアナリティクスってまたちょっと違くてですね、データアナリティクスは特にトロントで需要がどん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 増えている職種ですね。はい、なのでその、今まででしたらその何て言うんでしょう、例えばその業界に長い方とか、その社歴が長い方に、先輩に聞けば今まではこうだったからきっとこうなるよっていうような予測があったかもしれないですけれども、やはり今こうして転職をするっていうことも頻繁にありますし、先輩に聞けないっていうようなこともありますよね。そうした時にそのデータっていうのが非常に大事で、で過去のデータだけですとどうしてもその古い決断しかできないので未来の決断をする。で未来の決断っていうのはその予防とかそういったものに含まれるので、その、例えば、コロナを例にとって言うと、そのコロナが未知のものですよね。今まで誰も経験したことないようなものが発生して、じゃあこれをこれからどうやって感染者を減らして、なおかつそのみんなが今まで通りにできる限り生活できるような環境に戻すかって、そういった課題の場合にはもちろんその医療ですとかそういった方たちがすごく大事なんですけれども、その中にこういったデータアナリティクスのお仕事されている方っていうのは非常に大事 で、はい、でそこにですね、じゃあ今後同じようなウイルスを出さないためにはどうするかっていうのをデータを使って決算したりすることができるんですね。はい、なのでそういった政府でのお仕事が一般企業ももちろんそうですし、それ以外に病院とか政府とかそういったところにも需要があるようなお仕事の一つですね。これは、はい、さっきのスライドでデータアナリティクスが確か初任給が一番高かったんじゃない？そうです。そうですね。もうこのあたりは次にご紹介するものもそうなんですけれども、はい、もう手に職って思っていただくといいと思います。うん、そうですね、専門職ですね。はい。うんそうなんです。で、次が、サイバーセキュリティですね。サイバーセキュリティもお給料すごい高いです。はい、でそうね。はい。サイバーセキュリティは平均でも多分何千ドルぐらいいくんですかね。はい。はい。もっともっと高い方もたくさんいらっしゃるようですよ。はいはいはい。はい。で、サイバーセキュリティっていうのは、皆さんそのハッキングとか、サイバー攻撃とかね、聞いたことある方も多いと思います。
思うんですけれど、そういったあの個人ですとか企業の情報を盗もうとする人からその、まあ、企業を守るっていう、はい、まあ、私の中ではあのそういうあれですね、あの会社のパトロールって思ってるんですけどあのそういうお仕事ができる、教師ですね。これがサイバーセキュリティ。サイバーセキュリティもその、まあ、もちろんあの会社のいわゆるシステムから何か情報が抜き取られないようにっていう風に見るのもサイバーセキュリティの仕事の一つなんですけれど、それだけじゃなくてその例えばあの、何か悪いメールがですね、そういったサイバーアタックを目論んでいるようなメールが社員のところに届いてしまいました。その社員の人がですね、サイバーセキュリティなんて全く知識がなくてうっかりクリックしてしまいました、そしたらそこから情報漏洩してしまいましたなんていうことも十分あり得るので、あのそういったセキュリティのチェックだけじゃなくてですね、社員の管理ですね、そういったあの、サイバーセキュリティに対しての意識を高めるっていうようなこともサイバーセキュリティの業務の一つね。はい、もうこれはあのそれこそ政府とかあの病院もそうですよね。あの病院も個人情報たくさんありますから、あの病院ですとか一般企業だけでなくていろいろなところにそのポジションがある業種っていうところが魅力の一つですね。なかなかあれですね、こうビジネスとかホスピタリティツーリズムっていうのは、まあ、なんて言ったらこうちょっと僕らにとって身近な業種ですよね。はい、ビッグデータとか IT とかってなると、まあ、専門あると思いますし、なかなかこれをこう、英語でなんていうの勉強するのって結構ハードル高いんじゃないって思う方もいらっしゃるというか、あります。違反ですよね。そうですね。なのであの生徒さんさまざまです。あの DSOM としては、英語の入学条件以外、その例えば、あのコーディングができないといけないとか、そういったあの入学条件を設けていないんですけれども、あの高校卒業以上であればあの特にそういった、特別な能力は問わないんですけれど、パッとしたことはないですね。そうですよね。そうですね。なのでデータアナリティクスやりたいです、でも算数ができませんとかっていうとちょっと難しいので、まあ、算数とか数字が好きです、グラフ見るのが好きですとか、昔からそういったあのデータを分析するとかそういったことに興味がありましたっていう方の方がデータアナリティクスには向いてますし、サイバーセキュリティやりたいです、でもパソコン全く苦手なんですっていう方だとちょっと難しいので、はい、あのコーディングはできなかったとしても、あのパソコンを昔からいじるのが好きで、どんな仕組みなのかっていうのは昔から興味がありましたとか、そういった方の方がいいですね。というのね、やはりあの先ほど その高校卒業してすぐいらっしゃる方もいれば、社会人の方もいらっしゃるので、中にはもうあのそういった社会経験をされていて、例えば IT 系の企業で働いていたけれども、プラスアルファ、あの専門的な転職ですね、そういった知識やスキルを身につけたいからということで、ディソムにお越しになる生徒さんもいらっしゃるので、そういう方たちと一緒に勉強するっていう心構えだけでも持っていただければ、あのずっと違うと思います。そうですね。はい。だから、あらかじめこう日本にいる段階でこう準備できることはして、まあそういう。そうですね。本読んでみたりとかそういうことも、はい、まあ、ちょっとやっておいた方がいいですよってことですね。そうですね、はい、で最後が、アカウンティングのプログラムですね。これもあの公認会計士 の資格準備コースです。ご覧いただくとですね、この公認会計士の資格準備コース以外は全部法務部ってついてると思うんですけれども、これがですね、はい、先ほどの、少しお話しした就業体験が含まれているプログラムのことですね、はい、中にはコープなしにすることもできるプログラムもありますけれども、あのせっかくなので私と個人的にはもうコープが含まれているプログラムをぜひ皆さんに受講していただきたいです。そうですね、はい、はい、わかりました。アカウンティングにはコープはついてないということですよね。そうですね、はい、これは試験対策の勉強みたいな感じで捉えておけばいいですか。そうです、はい、試験対策ですね。今あの13ペーパーって言って全部で13個 あの項目があるんですけど、それ全部あの合格すれば公認会計士の資格が取れるコースです。はい、わかりました、はい、そしたら、続きまして、はい、TSOM なのか TSOM なのかちょっと全然あの関係ないんですけど、どっちも正しいです、どっちも正しいですねそうなんですよ、あの TSOM なんで TSOM ってなっちゃうんですけど、はい、多分 TSOM って短くした方が英語っぽくはなると。あ、じゃあ TSOM にしましょう。そうですね、はい、じゃあ TSOM の、魅力というか、まあ、TSOM にしかない、特徴というか他のことと、はい、
に比べての強みとかっていうのがあれば教えていただきたいです。